ウィリアム・ドットは、イギリスのメキシコシティ出身の男子アーチェリー選手。妹のロッティ・ドットは、テニス選手。41歳の誕生日にロンドンオリンピックのアーチェリー競技、ヨークラウンド個人で、金メダルを獲得した。チェシャーのベビントンにて100年戦争のアジャンクールの戦いで超級兵として活躍した、アンソニード・ドット教の血を引く家系に生まれた。彼の家は、 面の取引によって巨額の富を得ていたために彼自身は労働を強いられることもなく家庭教師を雇い自宅で教育を受けた。彼はアーチェリーを近所に住むスポーツの親の一つであるリー家のもとで妹と共に始めた。特に大会などには出場していなかったドットだが1906年にバークシャーに引っ越しウェリフォードパークアーチェリークラブへと入会するとその2年後に オリンピックで優勝することになった。ロンドンオリンピックでヨークラウンド個人に出場した。彼は初日豪雨のチューニーに1 0ポイント差で折り返すと、2日目も強風の中さらに差を広げ2位のレジナルド・ブルックス・キングに47ポイントの差をつけて金メダルを獲得した。1909年と1911年では国内チャンピオンになり、1911年で アーチェリー競技から引退した。引退後は、ゴルフ競技に打ち込み、1912年、全英アマチュアゴルフ選手権で4位になっている。第1次世界大戦が勃発すると、彼は、フュージリア連隊に参加しに投兵として、前線で活躍した後、イギリス海軍への転属を申し出た。フランスで、イギリス海軍航空隊の軍務局員を1年ほど、務め、病気のために、 イングランドの家へと戻った。デボンの王立北デボンゴルフクラブでゴルフ活動を行っていたが、第二次世界大戦後はゴルフ競技からも引退し、1954年にロンドンのアールズコートで亡くなっている。ありがとうございます。